どうも皆さんこんにちは。この間いただいたコメントの中に、最近 D750 の出番少ないですよねっていうのがあったんですけれども、確かにそうなんですよ。比率で言うとだいたい8対2とか7対3っていう割合で XT2 の方に偏っています。ちなみにいつもこうやって私が喋っているこのシーンっていうのは、今も昔も変わりなく D750 で撮っています。 XT2 を使い始めてだいたい10ヶ月ぐらい経つんですけれども、そもそも毎日持ち歩くっていうのを目的に買ったものなので、実際に普段からよく持ち歩いています。持ち歩く機会が増えれば自然と撮影をする機会も増えるっていうのが出番が多くなっている単純な理由です。で、実際に使っていく上ですごく気に入っている機能があるので、今日はそれをピックアップしていこうと思います。カメラって皆さんの使用用途、使用目的によって何が良くて何がいまいちかっていうポイント、それぞれ皆さん違うと思うんですよ。私の XT2 の主な使用目的はストリートスナップです。というわけで、スポーツ撮影とか野生動物の撮影とか、その他のジャンルの撮影に関しては私は全く分かりません。というわけで、今回はストリートスナップ用のカメラを探している方の参考になればなと思います。今回私のチャンネルを初めてご覧になるという方、このチャンネルではそもそもカメラの使い方を全く知らなかった私が、ニコン D750 を買ってからカメラを練習していくっていう様子を記録しているカメラ練習記録ブログみたいなチャンネルになっています。去年12月に新たに富士フィルム XT2 を導入したので、現在カメラボディは2機種所持しています。そもそも XT2 が欲しいなと思った理由は、毎日カバンの中に入れておけて常に持ち歩けるコンパクトなサイズの高画質カメラが欲しいと思ったことでした。でも最近はそのコンパクトさと高画質なところに加えて、ある一つの機能がすごく気に入っています。その機能っていうのがこちら、縦チルトスクリーンです。皆さんにとっては、そんなところっていう、すごく拍子抜けなポイントかもしれないんですけれども、私にとっては今これもうなくてはならない機能になっています。私のインスタグラムの写真をご覧いただくと一目瞭然なんですけれども、普段私縦構図の写真を撮ることがすごく多いんです。このチャンネルのレビューでご覧いただくサンプルショットなんかでは、動画の横長の画面の特性上、それに合わせて横フレームの写真をたくさん意識して撮ってくるんですけれども、実は普段あんまり横フレームの写真撮らないんですよ。そして縦フレーム写真を撮るときに今やなくてはならないのがこの縦チルト機能なんです。自分の思う好きな位置にカメラを手持ちでホールドしつつ、背面のスクリーンで立ったままその画像を確認できます。この縦チルト機能を使ってしまった今では、今後どれだけ良さげなカメラが発売されたとしても、この縦チルト機能がついていなかったら買う気がしないっていうぐらい、これすごく気に入ってしまいました。ここで EVF は使わないのかと思った方、私の場合は光の反射などで背面のスクリーンが確認しづらい時だけ EVF を除くといった感じで、今のところ使用は限定的です。背面スクリーンを好む一番大きな理由っていうのは、ファインダーを覗いているとその中はすごくよく見えるんですけれども、周りで起こっている状況っていうのが一切見えなくなりますよね。まず一番最初に構図を決めて、その後フレームインしてくるであろう人物だったり、自転車だったり車だったりを待ってからシャッターを押すことが多いので、今から何が入ってくるのかっていう、その背景の情報を視界に入れておきたいんですよ。そして実際カメラを構える位置なんですけれども、ファインダーを覗くことにこだわっていると、どうしてもこう高いところで背伸びした位置、それからこう低いところでしゃがんだ位置とか、それからこう地べたに寝っ転がらなきゃいけないとか、ある程度やっぱりこう限定的になってきますよね。例えばこの写真を撮った時なんかは、汚い油の浮いた泥混じりの水たまりの反射を利用して撮影をしました。そういう状況ではファインダーを覗いて画像を確認するっていうのは、こう姿勢的に無理があると思うので、皆さん背面スクリーンを使うと思うんですけれども、その時にも縦チルトがあるので、わざわざこう無理な姿勢で背面スクリーンを覗き込む必要がなくなります。まあ、状況によってはちょっと画面がちらついて見にくいっていう時もあるんですけれども、そういう場合を除いては画像のチェックもちょっと大きめな画面で見ることができますし、それからこうカメラを自由な位置に配置して撮影することができるので、背面スクリーンを使うことが多いです。で、この縦チルト、画面を起こす時にここに
ロックがあって、そのロックを解除して起こすんですが、最初外し方のコツが分からず何度も指を上滑りさせてしまっていて、なんて使い勝手が悪いんだと思っていたんですけれども、コツを掴んでからは問題ありません。カメラを右手で縦位置にこんな感じでホールドして、左手の親指でロックを外します。これが一番スムーズに外せると思います。右手の親指でやろうとするとどうしても引っかかりが悪い角度になるのか、今でもよく上滑りしちゃってロック解除しづらいです。で、この縦チルト機能をすごく気に入っているものの、 D750 にも愛着があるので XT2 を買った後も D750 でストリート写真結構撮り歩いてたんですよ。でもだんだんと出番が少なくなりました。 D750 もチルトスクリーンではあるんですが、縦チルトはついてないんですよ。でもそれ以上に出番が減った理由っていうのが、ライブビューを使用して撮影をする時の AF スピードがすごく遅くなってしまうっていうことなんです。結局シャッターが切れた時にはもうその人通り過ぎちゃってたりとか、もう車とか自転車のスピードになるともう絶対無理っていう感じなので、まあそれならマニュアルフォーカスにして置きピンしとけばいいじゃないかと思ってしばらくやってたんですけれども、必ずしも私が予測した被写界深度に被写体が入ってきてくれるっていうわけではないので、なんだかちょっと面倒くさくなってきてしまってやめてしまいました。じゃあ画質についてはどうなのと思った方、画質についての動画は以前作ってありますので、よかったらそちらの方をご覧になってください。というわけで、最近 XT2 の出番がなぜ多いのかっていう理由まとめると2点。1つ目がそのモビリティ、いつも持ち歩いているっていうことでどうしても撮影の機会は自然と増えます。で、2点目、そのストリート写真を撮るっていうことにおいての使い勝手がすごくいいっていうことです。だからといって D750 いらないんじゃないのっていう話にはならないんですよね。がっつり風景撮影をしたいとか暗所撮影をしたいとかっていう時には必ず D750 の方を頼ってます。ちなみに私はニコンがフルサイズミラーレスカメラを出してくれたらいいなっていうふうに思っています。もちろん縦チルトスクリーン付きで。さて、今日は私が XT2 で気に入っているところをお話ししたんですが、 XT2 の実際の機能や画質、それからレンズについてのレビューもいくつか動画を作ってありますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。それでは今日はここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方に撮った写真アップしていっていますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。